死に望んだ人に対し、同志は次のように呼びかけます。お、気高く生まれた者よ。今何時にやってきた者は死と呼ばれるものである。何時は次のように決心せよ。王、今や死の時である。私はこの死を利用して神への愛と慈悲を決心し、唯一である完全なものに私のすべての力を向けることによって、 全ての人類の善のために天の限りない広がりに移り住み完全な仏の悟りの境地を得るように努めよう死の瞬間の呼吸が止まろうとするときに同志と共にクリアーライトまぶしく輝く光明が認識されますこの光は原初のクリアーライトと呼ばれ自分自身の心に由来する発光なのです日本語訳で 阿弥陀如来の光、ブッダ・阿弥陀ーまたは無料の光と呼ばれています。この阿弥陀如来の光は自分自身の意識なのです。すなわち、自分自身の意識の本質は、阿弥陀如来の光と全く同じものであり、その本質は空であると、しっかり意識して認識すれば、死者は、永遠の生命の光と融合して、輪廻から解放されるのです。ここで言う、空とは、 決まった実態がないことで空であるが故に心次第でどんなことでも可能になるのです死の瞬間に明らかな意識を持って死を迎えればこのクリアーライト阿弥陀如来の光に溶け入って永遠の生命を得ることができるのですしかしほとんどの人が死を迎えると死の恐怖や意識の混濁さらには意識を失って失神していたりするため このクリア・ライトを認識できず死の瞬間に来たる下脱への最大のチャンスを失ってしまいます。現世に生きている間に私たちは目先の物質的な存在に翻弄されたり自分への画集にとらわれたり心を奪われてしまう欲望に取りつかれたりして存在の本質を認識することが困難な状態に置かれています。しかし この死の瞬間こそ肉体的なものや私という思いを離れて全く自由に存在のあるがママの本質を知ることのできる時なのです死を受け入れ死の瞬間に意識を失わずにクリア・ライトを認識して一体化すれば悟りを得た仏だとなり永遠の生命を得ることができるのですだから生前からヨーガや瞑想を通じて 死の瞬間に意識を失わないように訓練しておくことが重要なのです。原初のクリア・ライトすなわち阿弥陀如来の光が認識されないと臨終の約30分後に第二のクリア・ライトと呼ばれるまぶしく輝く光が明らかになってきます。この時霊魂は肉体を去っていきますが死者には自分が死んでいるのか死んでいないのか認識できないこともあります。 死者には今まで通り親族や友人が見え彼らが悲しみに泣いていることさえわかるからです。この第二のクリア・ーライトも自分自身の心に由来する光であり死者はこの光を自分自身の心から発する光であると認識し自分の守り本尊としてカン音オン菩薩に救いを求めれば永遠の生命の光と融合して輪廻から解放されるのです。 原初のクリアーライトも第二のクリアーライトも認識できず輪廻から解放されない場合死者は通常3日半の間気絶して意識を喪失した状態となっていますここから第3段階の存在の本性を経験しているバルド中間状態の段階に入ります前の7日間の間は平和の神のバルドと呼ばれ 毎日違った平和の神が使者を迎えに来ます第一日目には全天が青色に見えます。そしてすべての現象の根源となる中心国土から色は白で獅子の王座に座り手に法輪を持った大日如来ヒオモンバカ遮打仏が死者を照らしにやってきます。これから現れるすべての仏や如来や菩薩たちは それぞれの女性の神仏を抱いて、皇后すなわち成功している状態で現れてきます。この点が日本の仏教の感覚とはかなり違う点です。有名ななら東大寺の大仏は大日如来、日おもんばか遮だ仏です。第2日目には、前天は白く輝きます。そして、東方国土から、金剛舎地としてのおもね仏が、 五つの尖った先を持つ青色の金剛絹を手に持ち、象の王座に座り、死者を照らしにやってきます。第三日目には、栄光を授けられた皆方国土から、宝生如来が、色は黄色に輝きながら、手に宝石を持ち、馬の王座に座り、死者を照らしにやってきます。第四日目には、赤く輝く西方国土から、阿弥陀如来が、色は赤で、 手に蓮を持ち孔雀の王座に座り使者を照らしにやってきます第五日目には無情の行為の成功に満ちた緑の北方国土から空成就仏が色は緑で手に十字の金剛きねを持ち天空を横切る鳥身人面の怪物の王座に座り使者を照らしにやってきます第六日目には これまでの5日間に死者を迎えに来た前後仏の父母神が一斉に死者を迎えにやってきます。第7日目には聖なる極楽浄土から知恵保持の神が死者を迎えにやってきます。この頃になると死者を迎えにやってくる神や仏はだんだん不気味で形相もものすごくなってきます。この7日間に 死者を照らしにやって来るそれぞれの平和の神の光に意識を向けそれと一体化するように意識を集中して祈れば死者は光に包まれてそれぞれの仏のいる浄土に成仏し輪廻から解放されるのです。しかし行の深い死者たちはこれらの平和の神の浄土からの光を眩しく恐ろしいものとしか認識できず 光から逃げててどどんどん輪廻すす。る方向へ落ちていきますここで大切なことはどのように恐ろしいと感じる幻影が現れてこようともそれらは心の外の実体のある存在ではなく全て死者自身の心の現れであり夢のようなものつまり幻覚なのですですからそれを恐れたり怯えたりしてはいけません死者の体は 物質ではなく意識体と呼ばれる霊体なので何がやってこようと死者を傷つけたり殺したりすることはできないのです死者を照らしに来る神物がすべて死者自身の心の現れであると悟りそれと一体化すれば輪廻を止めることができるのです七日間の平和の神のバルドで解放されない邪悪な業の多い死者はさらに後半の七日間の フンヌフンヌの神の夜明けをさまようことになります。死者の旅は、一層恐怖感に満ちた劇的なものになり、輪廻から解放されることは次第に困難になっていきます。フンヌの神とは、不動明王のように怖い顔をした仏のことを指します。怖い顔をしていても、心は仏であり、叱ることによって人を教え導く働きをしています。第8日目には、 死者の脳の中から焦げ茶色で体から光る火炎を放ち恐ろしい九つの目を持ち歯を剥き出してうなり黄色い光る髪を持ち頭は乾燥した人間の頭蓋骨や月と太陽の象徴で飾られ黒蛇と人間の生首で作られた首飾りをかけ最初の右手には、真ん中の右手に剣最後の右手にウグの斧を持ち最初の左手に 鈴、真ん中の左手に、頭蓋骨の腕、最後の左手に隙を持って、フンヌの形相をした二子金剛が、死者を照らしにやってきます。第9日目には、死者の脳の東方から発して、青色で、三つの顔と六つの手と、四つの足を持ち、最初の右手に、金剛記で、真ん中の右手に、頭蓋骨の腕、最後の右手に斧を持ち、最初の左手に、 鈴、真ん中の左手に頭蓋骨の腕、最後の左手に隙を持って、フンヌの形相をした古今号が、死者を照らしにやってきます。第10日目には、だから今号と名付けられた血を飲み干す神が、死者の脳の南方から走って、色は黄色で、3つの顔と6つの手と、しっかり構えた4つの足を持ち、死者を照らしにやってきます。第11日目には、 蓮華混合と呼ばれる血を飲み干す髪が死者の脳の正方から走って色は赤味がかった黒で3つの顔と6つの手としっかり構えた4つの足を持ち死者を照らしにやってきます第12日目には合混合と呼ばれる血を飲み干す髪が死者の脳の北方より走って色は暗い緑で3つの顔と6つの手としっかり構えた4つの足を持ち 死者を照らしにやってきます第13日目にはさまざまな動物の頭を持った8分ののケリマとタメンマが死者の脳の中から発して死者を照らしにやってきます。第14日目には4人の門番の女神が死者の脳から発して死者を照らしにやってきます。4人の女神は血で満たされた頭蓋骨のわとつ希望を持つ白い骨頭の東方の女神。 花はを持つ黄色のメス豚頭の南方の女神、鉄の鎖を持つ赤いシシガシラの西方の女神、鈴を持つ緑色の蛇頭の北方の女神の4人で、いずれも凄まじく恐ろしい形相をしています。しかし、これらの恐ろしい神を決して恐れてはいけません。この神は、すべて死者自身の心の表れで、死者の守り本尊なのです。そのように認識して、 神ののの中にに溶け込めば、死者は輪廻から解放されて、悟りの世界に到達でできるのです。たとえ剥製のライオンの皮であってもそれと知らなければ恐れがなまじるけれど一旦誰かからそれは単なるライオンの皮であると教えられていればその人は恐れから解放されるように憤怒の神も自分の守り本尊であり 自分自身の心の中の一つの思考の形であると認識できれば決して恐ろしいものではないことが理解できるのです。しかしそうは言っても悪夢に苛まれている時にこれは夢であり何の実害もないのだと気づくことはなかなか困難であるように憤怒の神を夢と同様に自分の脳から投影されている幻影であると認めることは。 簡単にはできないことなのですこのため死者が悟って解放されることはだんだん困難になっていくのですそれでも悟りに至ることができなければ輪廻転生を止める最後の救いとして死の神である円マ大王が死者を照らしにやってきます円マ大王は歯をむき出しにして人間の脳をなめ血を飲み死体を引き裂き心臓を引き抜き 死者の生前の悪業を数えながら攻め立てます。この時、経典は次のように解きます。